サザエとノリキチが行った金閣寺サザエとノリキチが行った平安神宮の境内サザエさんとエプロンおばさんは1960年12月25日に公開された日本映画である。制作は宝塚映画製作所配給は東宝。カラー東宝スコープシリーズ第9作目は同じ長谷川町子原作のエプロンおばさんとの共演を描いた。 いわゆるクロスオーバー作品。前作、サザエさんの赤ちゃん誕生ではタラオが生まれて間もない時期であるのに対し、本作ではタラオは3歳に成長しており、また前々作、サザエさんの脱線奥様より、フグタケはマスオの会社の社宅住まいだったが、本作では原作同様、磯野家と同居している。名物の旅行場面は、金閣寺と平安神宮。共演者には、 宝塚映画作品常連の高島忠夫や、無名時代の藤田誠が出演。さらに、後年、黒沢明監督映画、どですかン、で六ちゃんを演じる、逗子義高が出演し、乗吉役の実刑、逗子正明と共演しているが、正明の芸能生活は短いため、大変貴重な作品となっている。太郎が、誕生日を迎えた。盛大に祝う磯野家。 さらに大阪に出張中のマスオも20日ぶりに帰宅する予定だった。ところがマスオから仕事の都合で帰宅が伸びるという電話が来て、サザエはがっかり。だが、マスオが世話になっている大阪のおじ、西の万蔵一家が誘ってくれるので、サザエはタラオを両親に預けて、一路大阪へ。だがついてみると、マスオは京都の出張所に泊まらなければならないという。 翌日京都に行ったサザエは、喫茶店でマスオとようやく会った。話によると、マスオの仕事は、京都支店新築のため、敷地買収で立ち抜く人たちとの円満解決を図っているのだが、そのうち一軒だけ立ち抜きを拒否し続けている家があるという。その家とは、エプロンおばさんこと敷金なしが経営している下宿屋だった。それを知ったサザエは、時給作戦に出ることに、 そして敷金家の女中として住み込むことになった。サザエはおばさんに気に入られ、おばさんはサザエを独身だと誤解し、結婚させようとした。だが真相が分かって、大憤慨。サザエは首を言い渡されるが、サザエは抵抗する。そこへ、おばさんの息子、敷金一郎が帰省した。そして就職先が、並兵の務めている、日の丸電気だと聞いて、おばさんは驚く。結果、 おばさんは東京移住のために立ち抜くことになった。ありがとうございます。